将軍の任命を受けた者が、朝廷の外にあって、朝廷のために活動するために設けた役所。将軍府、または軍府とも言う。将軍は、幕府の設置、すなわち、海府と同時に幕僚を任命する権限も認められて、おり、将軍は柴、芝、樹、樹、樹、中樹、樹、軍、大将軍は樹、子、樹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 、中樹、樹、軍などを任命できた。 これらの幕府に仕える幕僚たちを、府官と称する。四世紀から七世紀にかけて、和を含む中国の周辺諸国、諸民族は、中国と関係を持つ際に、君主号、借位とともに、軍事指揮官の称号として、将軍号や、死自説号、都督号などを授けるよう求めた。その際には、合わせて、自身が受けたものより、やや格下の、将軍号や、 父官の称号も求め配下に分配することによって自身の権力を強化し権威を高めることに活用した日本では7世紀以降中国に対し君主自身や配下の豪族貴族官僚らのために将軍号や父官の職を求めることはなくなり8世紀以降の天皇は自身で配下に各種の将軍号を授与するようになった 中世から近世にかけて、武家の統領を主犯とする政権が、次々と成立するが、豊臣政権を除き、その主犯は、聖一大将軍の称号を受けていた。江戸時代中期以降に、これら歴代の武家政権を幕府と称するようになるが、それは、天皇が任命した聖一大将軍の幕府である。七世紀以降の白木は、歴代の王たちが引き続き、 唐より将軍号を受けたが、廃家のために、中国から将軍号を授かることも、自身で廃家を将軍に任命することもなかった。後来、李氏朝鮮では、王が中国に将軍号を求めることはなくなり、廃家に将軍号を自身で授けるようになった。高麗の故地に建国された牧界は、歴代の王たちが七世紀より唐から王号ともに、左、行衛隊将軍。 または右、行衛大将軍の任命を受けた。第六代大笠の時、君主の称号が、軍王から国王に格上げされたのに伴い、官職も将軍職に変えて、文官の銀青鉱六大部、兼業式を授与されることとなった。同国は、軍事組織として十の A を設置し、それぞれの A に、大将軍一将軍一を置いたが、この将軍号は、 渤海王自身の授与による。同じかが建国した金は、中国から、君主号や将軍号を授かるどころか、中国の北半分を征服し、総王朝に長考させる勢いであったので、君主自身やその配下に対して、中国に将軍号を求めることは、全くなかった。モンゴル帝国、明朝、清朝も、 中国周辺の諸国、諸民族の君主や首長たちに、軍事指揮官の称号を授与したが、元朝は万古星、明朝、新朝は英書星による称号を用い、将軍号の授与は行わなかった。幕は、万幕、人幕、懲幕、天幕を意味し、府は、王室等の財宝や文章を収める場所、展示て役所を意味する。 中国の戦国時代、王に代わって、指揮を取る、出先の将軍が張った陣地を、幕府と呼んだことに由来する。日本では、この江大将の東名となり、幕下あるいは、流栄とも言った。関代には大将軍などの高位の将軍が幕府を、開き、幕僚を置いて、政治を取ることが多くなった。三世紀の精神の混乱以降、地方官は将軍を兼任。 その後もこの傾向は続き、将軍職の数は増加していく。宋代には、単なる軍事的官職だけではなく、身分を示す役割も持つようになった。中国歴代王朝における、将軍号の種類とランクの詳細については、将軍を参照。寛代から、朝鮮半島における、中国の出先機関であった落老軍、大宝軍を314年に、 コウクリが滅ぼした際、軍に関わっていた中国系の役人や知識人たちとその子孫は、多くがそのままコウクリの支配下に入り、あるいは朝鮮半島の南部に逃れ、さらには日本列島に渡った。これらの中国系の人々は、中国文化が有する技術、知識の作成能力を含むを代々受け継ぎ、コウクリ、くだら、 山と、白木などの諸国において、支配機構の整備や、国家形成に活用された。高栗、くだ和などでは、中国から授かった、将軍号と幕僚の称号のうち、王族及び土着の豪族たちには、将軍号が、中国系の人々には、俯瞰の称号が分配される傾向が見られた。中国より将軍号を受けた、諸国。 諸民族の君主と進化の一覧については将軍を参照。以下は中国王朝に施設として派遣された府官は高栗、九だ良が中国との外交で府官を派遣するのは幕府が中国皇帝の権威の下で設置され、中国への兆候は幕府からの報告という側面があったことを示している。当時、高栗、九だ良和の三国では 各国の王族が中国向けには一次姓、一次名を名乗るが、地元豪族たちは、海、ブリテ、無闘牢、三種流など、性のない非中国的な名をそのまま用いていたので、上の表の使者たちは、コークリ王族の公欲、くだ王族のあまり霊を除き、中国系であったと推測される。東アジアで初めて不完成を導入したのは、コークリの公海道である。 396から398年頃五円の母様宝より、平ら収穫に任命された、公会堂は、この地位に基づいて、上司、芝、三軍を置いた。長寿王は413年、東進に、府官を派遣、政党将軍、公栗王の任命を受けた。長寿王は、政党将軍府を設置し、改めて府官線を確立した。公栗による、 不完成の導入と前後して、くだらにおいても、不完成が採用された。東神との外交で、鎮東将軍、くだら王に任命されて、鎮東将軍府を開設し、王を頂点とする支配機構の整備を進めた。和の王和さんも、中国より官赦を授かることを目指し、421年に、東神に施設を派遣し、安藤将軍、和国王に作法されて、 安藤将軍府を解説した。授与した中国王朝、受けた各国の君主、進化の詳細については、将軍を参照。不死死辞説辞説仮説将軍号政党陳頭、安藤将軍号大将軍大将軍、将軍号号は王和国王和国と立令成果の、日本日本では、平安時代のエゾとの戦いの時の最高司令部を、道のくた城。 後に、伊沢城に設け、ここを陳述府将軍の陳述府として、縁の朝廷へと継承し、非常時には、道の区、ではの行政及び、軍事の先見を持つものとされた。これが、幕府の祖形とされる。欧州平泉に、本拠地を構えた、欧州藤原氏は、三代目当主の藤原秀平が、陳述府将軍に任せられて、県政を振るい、本来は、 非常時のみであった将軍の権力を常に行使した。白木、高来、朝鮮高来では1170年から1270年にかけて武神政権が成立するが、政権主犯の官職称号としては将軍号を用いず、その生態が幕府と呼ばれることもない。末活女ツ、ジョジカ、満州元頼朝が鎌倉に武家政権を創始したことから、 その成長を幕府と呼ぶようにもなった。頼朝は、欧州藤原氏を滅ぼした後の研究3年に、聖医大将軍に任せられ、以後代々の主張もまた、頼朝を継承する地位の表彰として、聖医大将軍職に就いたことから、幕府の主を将軍とする通念を生じた。聖医大将軍を中国風に覇者とみなし、覇者の成長の所在地として、 ハフとも呼ばれる。幕府という言葉が将軍個人や空間的な将軍の巨漢、成長から離れ、今日のように関連的な武家政権を指すものとして用いられるようになるのは、藩と同じく江戸時代中期以降のことで、朱子学の普及に伴い、中国の戦国時代を研究する儒学者によって唱えられた。鎌倉幕府や、 室町幕府という言葉はこの時代以降に考案されたものである。それ以前には関東、武家、久保などと呼ばれており、それぞれの初代将軍が幕府を開くという宣言を出したことも、朝廷が幕府を開くようにと命じる象徴もない。一方で、王政復古の大号令では、朝廷から明確に幕府の廃絶が宣告された。歴史学上の定説としては、 日本には幕府は鎌倉幕府と室町幕府と江戸幕府があったことになっている。どの幕府も形式上は将軍の火星機関の形態をとっていた。ありがとうございます。